き止まんない。体調悪い。ジャミー嬉しい。いや、わからん。咳すご。やい。おはようございます。こんばんは、ヨゼのワイド。こんばんは。あまり関係ない話ですが、昨日彼女ができました。で、今ちょっと前までちょっと遊んでました。一応遊ぶ予定なんですけど、あ、おめでとう、ありがとうございます。明日一応泊まるよって、明日遊ぶ予定で一緒にいれるのかなと思ったら、一人の時間も欲しいって言われて、なぜか車に戻ってきました。0番です、お願いします。そうですね、今月最終日ということで、ありがとうございます。はい、現在マンスリーにナイスはね、惜しくも6位ということでまあでもイベントはですね3回全部1位ということで、いい結果を残せました。ありがとうございます。お泊まりはなしです。で、ちょっと不思議な話もあります。納得のできないような、まあどうすかね、狐にしてそんなに追い上げてる、一人でいたいっていうのもちょっとまあ不思議っつうか、まあそれは置いといて、はよ話せや。そうなんですよ、エッチクリスマスまでお預けって言われました。我慢汁がすごくて、長いつうか、いや、さすがにちょっと、ゼロワンって純愛したいんでしょって、だったら12月でいいよねって言われて、ずっと勃起してました。いや、テントもずっと勃起してました。ってことはあと10月、10月です10ヶ月、マジか。キスはそれはちょっとあまり言えなくて、あん
まり聞かないでください、そういうことは答えれないんで。すいません。そういうのはご想像にお任せします。ただ咳がやばい。何これ、普通にやばい。あと痩せてほしいって言われた。普通にしててお腹出ないぐらいに痩せてほしいって言われました。だからダイエットしないと。下から見る顔がブサイクって言われた。キモカワって言われた。あとマスクしてフードしてるとかっこいいって言われた。咳やばい。つかエアコンだね。エアコン、エアコンがやばかった。エアコンがガンガンだったから。つかゆまるって4年ぐらいふわっちやってて、結構いろんな人とコラボしてて、なんかいろんな話聞けるね。いろいろ言わないけど。あとちょっと言いたいんですけど、スネオさん、スネオさんってエマちゃんと別れたんだっけ。なんかエマちゃんと付き合ってたスネオさんね、あのカード教えてとか言って近づいてくるのやめてね、ゆまるに。なんか別のアカウントで爆投げしてるらしいけど、エマちゃんに。またつか早いよね、やめてね、スネを。なんかアイテム投げてカード教えてみたいな、そうリアルで近づいてこようとするの。俺の女なんで、そういうの。ゆまるに、ゆまるに、お前と一緒。いや俺の方が早かったから。マジで見境ないね。エマちゃんどうなったの、次から次へと。チャラすぎでしょ。もうちゃちゃ入れるのやめてな、人の女に。ダリーからそういうの、うぜえから。あの A 版だったらいちいちあの端末作れないから、そもそもが。うん、あのイベント、仮にアイテム投げてもらってもそれ不正行為だからね。スネオが投げてるんだったら A 版配信者なんだから、別端末で作ってて、それ配信者も立場なくなるからね。うん、そこまでして投げたい。 A 版 A 版らしくしなよ、もうふわっちやんなよ、いちいちきそいな。お前もそうだろって。別に俺 A 版じゃないしね。あんまなんか人の女にまでちゃちゃ入れるともう丸子がついちゃうよ俺、うぜえから。お前本当に惚れたんや。惚れさしたんだよ。分かってねえな、俺が惚れてどうすんだよ。俺って配信して女に惚れてもらうのが仕事じゃん。
そうやって生きてきたし、なんで俺が惚れなきゃいけないの。俺が俺の配信で女を惚れさせる、それを繰り返してるだけなんだけど、普通にいや惚れてるっつうか、てめえの女にいちいちちゃちゃ入れてきたらそれは怒るでしょ、男の部分出てきちゃうでしょうん、仲良くね、はい、ということでした。まあいいですよ、12月までやれなくても、そういう目的で別に付き合ってないし、はい。普通にポケモンカードやったり過ごしてたかな。あとワカシャチ屋食べたけど、ワカシャチ屋ってうまいね久しぶりに食ったんだけど、ワカシャチ屋ってうまいなと思った。ユマルってあのユマルだよ、エンディ。エンディなんか分かってること口に出さなくていいと思うけど、うん、エンディで友達だよね多分、うん、ユマルって結構有名なんだよね実は知る人ぞ知る人で、うん、エチはどうするの。いや12月のクリスマスにする。まあ俺も純愛したかったし、まあ我慢しようかなって思う。うん。いやふわっちで結構いろんな男にコラボ誘われたりとかっていうタイプ。養分とかも昔から知ってる。生まれのこと。まあいちいち言わないけど。はい。なんかモテるらしい。エンディモテるよね、ユマルって。だいぶ。どう？うん。ユマルちゃん、ちょっと若いんですよ。ちょっと22歳で。なぜか。若い子にモテてしまう、不思議だよね。なんかうちの枠はババアしかいないとかって言うけど、若い子にもモテるんだよね。なんでだろうね。お金、まあ眉で反省してるからお金はなんか買ったりとかしないけど、あのはるかに、ま、眉を超えてる、あのレベルが違ったね。あの何が違ったかっつったら、あのすごいくて、あのポケモンカードにハマる前になんかブランド品にハマってたらしいんだけど、あの普通に何百万のそういうのがいっぱいあったね。だからこれが眉に、なんか眉が持ってるレベルが違う。もう言うなら500万とかで、バーキンもあった。だからはっきり言って俺は気をつけようと思ってるよ。うん、何か買えみたいな流れになってきたら確実にもう、うん、二の舞になるから、確実に その線っていうのはアンテナ張り巡らしてる。うん、でちょっとレベチだからさうん、相当稼いでるよ。うん、
だからちょっとレベルが違う。で、昨日か一昨日かライさんっていう人が爆投げしてくれたじゃん、ファンタ20発。あれも前が投げ、前じゃないわ、ユマルが投げてって言ったんだって。でもユマル曰く、いや01には何も買ってもらわないって言ってたね。自演じゃなくて、あの紹介したんだって俺を。紹介、あれ先輩らしいんだけど、俺を紹介したみたいで、応援してあげてみたいな。いやグルッツか知り合いだからね。で、なんつったっけ今。で、ユマルが言ってたのは、俺には何も買ってもらわないらしい。で、なんでかって言ったら、別れたら返せとかめんどくさいからって言ってた。だから現状大丈夫。現状、その、俺をお金として引っ張ろうっていう意欲は感じないから、結構調べ上げてたね。YouTube を結構調べ上げてる俺のこと。あの来るにね、来るがチョコメロンパン食べたいっていうのに、俺がね、チョコメロンパンだけは絶対に買わないとかいう配信とか、そういうくだらないのをしっかり見てた。YouTube で。で、あとあの離婚するときに、今までで一番のクソ女だって言ってるのも見てるんだよ、俺の過去のクズプリオ。で、エルマル時代はもう昔すぎて YouTube 載ってないでしょ。あのこれこれがミラーしてるやつしか載ってないから、それは多分見れないと思う。こんばんは。01どうなったのかな。なんか一人の時間が欲しいらしい。明日は一応お昼ぐらいから待ち合わせしてます。あの動物園行こうと思ったんだけど、この時期で休業で、明日はお昼ぐらいから右乳カップルとポケモンですね。ポケモン。ユマルにはがっかりした。あ、俺を相手にしないオチが良かったよね。すいません。相手にされちゃいました。つまんない、悔しい、ちょっと相手にされちゃってるんだよ。で、あの身分証明書を見せてもらいました。22歳です。で、家も教えてくれたんで、前とは違うちゃんとある程度信頼はしてくれてます。はい。ピンクと絡む時右乳と、なんか右乳今日も違う女と遊んでなかった。で、明日楽しみっつうか、右乳がちょっと、
うん、会えたんですけど。いや、取られるわけないでしょ。だって右乳って眉もそうだし、来るもそうだし、俺の元カノ狙ってるけど一切相手にされてないから無理だよ、右乳くんは。うん、だって右乳って2年ユマル狙ってるんだよ。でももう無理なんだよ。うん、だから無理は無理なんですよ。右乳の彼女、いや、まあ興味ないね。うん、やりたいだけ。ゆまるは元エンリーのガチなわけないでしょう。もういいから、そういう嘘は。うん、でも真由も初めは一緒にホテル泊まっても帰ってたんだよ、ずっと一緒にいれないとか言って。でも一緒にいれるようになったから、ゆまるもそのうちは一人の時間欲しいとか言い出さないと思うけど、多分。まあよかったですよ、これでね。寂しいとか彼女が欲しいとかね、うん、そういうのはもうなくなるんで、はい、うん、これから進展、そうですね、徐々に、うん、何歳さ？これはちょっと気持ち悪いんですけど、13歳離れてるんですよ。はい。なので、もうロリコンでいいです。これはもう、ロリコンじゃないって言ってもおかしくなるんで、僕は、ロリコンなんですよ。うん。もう、高校生ぐらいがいいんですよ、実は。で、高校生はもう犯罪になるんですけど、実はもう、高校生がいいんです。っていう感じでやっていきます。もうこれ否定しちゃうと、これおかしくなるから。13歳さすがに離れてるんで、うん、だからゆまるちゃんやめてよ。これまた本人でしょ。だからもうやめてって、その別れよっていうの。なんか言ったの俺。うん、だからそれいらないんだって。なんか違うなと思いました。いや、そういう嫌がらせのコメント見てやめてよ。なんなの。いや、これでまた喜んでってなるよ。いや、3回別れてないから。じゃあもう、マジで言ってるの？いや、普通に仲良くしてないと本当に応援されないよ。で、何が違うなと思ったの？じゃあマジでアンチ喜ぶからやめてよ。ねえ、ごめんね、なんか違うようなこと言ったんだったら。ね。
ロリコンがダメだった。で、ロリコンって否定できないでしょ。13歳離れてるんだから、ロリコンですって言った方がいいんだよ。ロリワンですって。お疲れ様です。朝はメガホンフォロー。ありがとうございます。すいません。これからも、お願いしますね。ありがとうございますね。どうもどうも。じゃあもう本当に言ってるの？で、俺それバカにして楽しんでるの？でも LINE で言ってきてよ。質問攻め？好きとかいっぱい言ったけど、質問攻めとか好きで、そういうのが好きって言ったら好きって言ってほしくて、だって気になるから質問ばっかりしちゃうよね。気になるから、でそれはごめんね、もう質問も減らすよ。ごめんね、いろいろ気になるから。でもすっぴんの方が可愛いなと思った俺は。すっぴんの方が可愛いなとは思ったけど、ね、すっぴん控えるからごめんね。ね、普通に仲直りしようよ。仲直りっつうか、もうやめてよ、なんかぐちぐち言ってくるのね。いや、復縁来たっつうか、ふざけて言ってるんでしょ。めんどくさい人だから、めんどくさくないようにするよ。じゃあもう、マジで言ってる？じゃあ、つかマンスリーに大丈夫なのこれ。もう配信もあれなのにさ、ちょっと失恋しようかな。いや、炎上じゃなくて、ちょっとアムチンが結構攻めてきてるから、ちょっとメガホン集めないと、あと3時間あるからワンチャン危ないから。で、セイジもキツネ始まった。ちょっとキツネ枠やろうか。でもキツネ、ユマルのコメント見れなくなる。あ、メガホンありがとう。ちょっとキツネでちょっとメガホン集めるわ。セージもやるんだ。いやいや、タヌキだと投げないんだよ。アカウント晒したくないから。キツネの方が投げるんですよ。ユマル LINE 送ってきて、もう本当に本当の気持ちをね。ちょっと俺もう配信大変だからさ。